なぎさシティの様子を見に行こう。なぎさシティ、ここか。なんでそんなことしなきゃいけないんだろう。それは。どういう脈絡でなぎさシティ行かなきゃいけないんだ、これ。ファルキアどうする？タイトル開始は一旦したけど、パルキアを愛して連れていくなんか名前の案があればまだありますよ。さあパル、うわでっかーい、ボンタン。いやまあそうなんだよね、これ裾がさ、裾がちょっとね控えめな性格。ああ、控えめナイスだね。控えめナイスじゃない？性格によってですね、ポケットモンスターは、性格によって上がるステータスがいろいろあるんですよ。で、このシャイニングの場合、この特攻高くて攻撃低いということで、まあ攻撃はね、正直パルキアいらないんですね。基本的に特攻特化のあれなので。これはだから結構当たりですよ。なんかこうやって見たらいっぱいいるな。あ、ゴースト、待って、ゴースト交換するか。ミノムシとポケモンを遊ぶ環境で人は変わるということを教えてくれているようだの。いや、まずこんばんはだろうが、こら。なんで、なぎさシティにお住みに行かなきゃいけないんだっけ？その理由がわかんない、俺。え、なぎさシティってなんかあんだっけ？そんな話になった？さっき。ジム行ってください。なぎさシティの。やっべ、なんか知らんやつ、ちょっと先頭に知らんやついんだけど。うーわ、ちょっと待って。え、知らんやつ、出てきたんだけど。適当に投げたら今。うわぁ。メンタル削られた。パルキア逃がそっかな。ちょっと待って、すっごい。お前何してんの君。砂をこじ一緒に歩こっか。ちょっと。うわぁ、めっちゃいいな。めっちゃいいな。まあ、パルキアなしですね。こんなに砂子可愛いんだから。お、吠える。なぎさシティが出ていくんだ。あ、なんかここにもあるのかよ。どうやっていくんだよ。こういう細かいのはもう全部取り逃していこう。うわ、人多いね、ここ。あら。絶対戦闘。ピカチュウ大好きハウス、ピカ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 。どれどれ、うわー、かわいい、かわいい。あ、釣り竿くれそう。夢を見たのだ。でっかい鉄砲を釣り上げたトレーナーさんが俺のところに来る。ものすごく楽しい夢をくれなかった。やっぱ来たことないよね、ここね。来た覚えがないもん。満タイに出してきた気がする、こいつ。今思い出した。こいつ満タイに出してくるんだ。よし。どんどん行こう。トリトドン。で、この後、満タイな。ゴースト連れちゃってるからさ、電気タイプいないし、なんか、最悪な気分です。よし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 。あっぱかった。いつまで葉っぱ買った？もういいだろ。全然満タインじゃなかったし。おい。あ、やっぱちょっと。配信ってこと忘れて寝そうだった今。あ、待って、なんか覚えたよ。お兄ちゃんなんか覚えたよ、覚えた。ないこれ、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 ないこれ。うわぁ、命中50、使いづらい技来ちゃった。
大ギャンブルしたいときに、これね、もう高速移動やめるか、これ。いや、でもどちらかというと、突進の方が使わねえな、これ。突進使わないの、ちょっと煉獄、覚えるか。突進だな。おぉ、炎の呼吸。うまい、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 うまい。これ、うまい、うまい、これ、うまい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 。うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。これ、どこで買った、どこで買った？なんでわかんないの？え？いやいやいや。嘘。どこで買ったんこれ。めっちゃうまい、これ。の、あの人じゃん。なぎさのジムリーダーだが最近手強い挑戦者がいなくて退屈してるらしいな。なぎさにジムあんのか。それ終わったらもうだっていよいよじゃん。あ、通行止めだったのか。そうだな、確かに。ああ、工事で止まってたね、そういえば。お、ポケモントレーナー。君のポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。この人四天王、四天王の人だ。ポケモンリーグの四天王さ。そうだな、君ならできるかもな。この街のジムリーダーだけど、久しく手強い挑戦者が来ないからって、ポケモンジムの改造ばかり。挙句に停電だからな。たく、せやがやけくるぜ。君熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ。頼むぜ。来ました、ポケモンリーグの一個手前のジムの街に来ましたね、これね。うわ、懐かしいな、ここ。なちー、素敵なリボンを譲る。ちょっと待って、素敵なリボンもらうか。くれよ、素敵なリボン。とやら、あら、かわいらしい。私、どこで働いてる船乗りの夫の帰りを待ってるのよ。そうだ。毎日退屈だから、たまには私の話を聞かせてちょうだいな。ベッド貸してよってか。明日から気が向いたらぜひ旅の話聞かせてね。ベッド貸してよ、じゃあ。あ。お、君か。あいつはまだ帰ってきてないぜ。それよりも頼むぜ。ハートに火をつけるほどの熱いポケモン勝負をな。なんで帰ってきてないんだよ。これなんだ？世界のシール。なんかシール全然嬉しくないんだね。ちょいちょいもらえるけど。この狭い部屋に何人いるんだよ。いろいろ加味するとね、今んところクビレースを独走してるのが、独走というかね、デッドヒートかな。ちょっとこれ言うのもちょっとはばかられるな。二択。ユイか、スナオコ。ユイか、スナオコなんだよ。俺の中で気持ちが乗ってんのは、ごめんね。間違いなく、ユイは残したい。俺、スナオコなんだよな。突然現れた得体の知れないね、裾直してない奴に、スナオコザ奪われそうです。まだわからんけどね。ただ、スナオコはみんなに比べて、愛着がね、薄いんですよ。ここは私、ちょっと、フェアに言いますよ。ね。総監督ですから、私は。ねえ。そこはもうね、平等に、愛着のある順で、それは残しますわ。うん。そう、スナオコはね、一番この中で見ればね、この中で見れば一番後に入った。一番後に入ったやつが、どこで頭角を現すかって言ったらやっぱ戦闘なんですよ。ただ見てください。攻撃はね、63。まあ、特性力持ちによって、物理攻撃力2倍になるんで、120ぐらい。120がどんなもんかというと、他のメンバーの、ね、攻撃力だって見てください。高みの130。ね、お兄たは120。ゆい100。すなおこの120って数字。どうですか？そこまで魅力的じゃないですよね。山本太郎みたいな喋り方にもなりますよ、それ。そして技構成。バブル構成。甘える捨て身タックル。飛び跳ねる。どれを取っても使いづらい。唯一の一致技、バブル構成に関してはね、この特性力持ちの恩恵を受けられません。特攻70が反映されるので、バブル構成。これが滝登りだったらどれだけ良かったことでしょう。スナオコはね、未だ頭角を現せてないんですよ。私ですが、酔っ払っております。かといってね、スナオコにまだチャンスはある。今回のジム戦でしっかり結果残して自分の座を守ってほしい。このジムが何ジムかにもよりますが、渚シティ最後のジムですよ。ポケモンたちが自分をアピールする最後の場です。
素直子。いけるか？余裕たっぷりだ。ね、肝が座ってるんです。この子は、この、肝の座りで、ここまでやってきたんですよ。だからね、素直子の、最後なのか、この物語の始まりなのか、そこを皆さんに見届けていただきたい！プレッシャーはあると思います。素直子には、これまで、過ごしてきた。なんだっけこれ。あいつはまだ帰ってきてないぜ。まだ、ちょっと挑めないようなあれですけど。ほら、一緒に走ったらね、足が遅いんです。素直子は、置いてかれちゃうんです。他のクラスの子にもね、こうやって見放されてきました。だけど、彼女はね、辛い顔一つしないんですよ。仕事辞めるから。俺どうせ辞めるしな、の座り方なんだ。君が持ってる、ま、光り輝く眩しい、それは、紛れもなくポケッチ。アプリ作ってんだ。パソコン、ノートパソコンだけどね、ロッククライムで、登らせるほどの家ではなかったです。土地が安かったんでしょうね、ここね。うん。あまりに土地が安いもんで家建てちゃったんだね、ここ。まだあの、造成開発これ終わってませんけど、いいんですか？いいんです！ここ買わしてください！ここのジムリーダーは電気を使いすぎ、電気タイプじゃーん！これ大変なことになったよ。諦めちゃだ。あ、待って。この髪型。これ絶対ジムリーダーだよね、俺。双眼鏡から見える景色、俺大好きなんだよな。はい、俺は東大王、俺が船乗りを締め乗ってる審判だった。ポケモントレーナー、渚ジムへの挑戦者か。決めた。君が弱ければ、俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。ポケモンジムの街道は終わったし、何よりポケモントレーナーとして、痺れる勝負を望むからね。新落ちを最強のジムリーダーとしての実力、存分に振らせてもらうよ。東大は俺挑むか。タイプ相性関係ない関係ない。素直子にはね、それを乗り越えるだけの、弾力、パッション、それが備わっとる。素直子は、負けない。一個だけ、素直子に一つ、救済措置を与える俺は。電気タイプだろ。なんか電気タイプに対抗できる技マシンがあるはずだ。穴を掘る。おーら、ワイル、素直子。素直子。君はこの穴を掘るという技を覚えるそうだね。素直子。穴を掘れ。このスコップで。掘り続けろ。お湯が出るから。必ず。お前はもう、甘えられる年じゃないし、そういう立場でもないことは、本人もわかっているはず。そういった甘えをすべて捨てて、このジムで大活躍することを、素直子は誓った。このジムで、彼女が掘った穴は、一体いくつになるのか。皆さん、見届けてください。お、君が、アイス食ってきたぜ。なんだか少し嬉しそうだったからね。もしかしたら見ただけで君の実力を見抜いてワクワクしてるのかもねー。そして頼むぜ、あいつの火にハートに火をつけるほどの熱いポケモン。やべ、テンション下がっちゃった。ポケモン勝負だ。はい、頑張って。はい、じゃあ頑張って。はい、ポケモン。はい、はい、ちょっとね、情緒が、ちょ、情緒があれな方でしたね。さあ行くぞー。